頭の小さいような声を上がって、すみません。しかし、その名を守り、その国を教えるのは、天の国でこうなりますよ。止まる。はい。言っておくが、あなた方の意味を知らず、しなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すなと言われたのが、手分けを受けると言われている。しかし、私が言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなた方は祭壇に備えるのを定めようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したのが、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に行く道を向こう場合、途中で早くお帰りください。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡す。裁判官は最悪に引き渡す。あなたが通り投げ込まれる時期に違いない。はっきり言っておく、最後の1クワドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。あなたは聞いている通り勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の手があなたのつまずかを当てるなら、手を振り出して捨ててしまうなど、体は自分はなくなっても全身が地獄に投げ込まれるのは無事である。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。素顔を自演するのなら現状は私と命じられている。しかし私は言っておく、どんな結婚でもないのに妻を自演する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。このところから、再度、一歩、重要な私がしたら、一歩は、預言者を排除するためにと思ってるからね。排除するための船は、なんと完成するための船。それを否定して潰し、やめさせるというのそのように始まって理解するのが今のおった。そんなことはどうですか。変者はね、するために
なんではなくてギャグだと言われたわけですね。廃止するため、廃止するため、もう今までのものをそんなものは何もならんと言われて、ギャグだと言われて、廃止するため来たんではなくて、むしろそれをね、本当に大切にして、それを立ち上げるというか、完成するために来られたというね、今まで上様の教えを言われたことはね、今までのものを、過去のものを全面否定するために来られたと、錯覚するものを持ったわけですね。そうじゃなくて、今までのものをより完成したものとして立ち上げるために来たんだと言われたのね。だからそのようにイエス様の教えを聞いてる人たち二つに分かれてしまった。イエス様が言われたことはね、多くの人たちがイエス様が言われることに耳を傾けて集まってきたんですけども、二手に分かれてしまった、ね、結果的にはね、イエス様素晴らしいことを言われたということを繰り返したい。そうだね、なんじゃ今までの全面否定される、いやいやいや、恐ろしいことを言う人が現れたというふうに二手に分かれてしまった。まあ世の中何か起きるときはね、必ずそれはそういう二手に分かるんだ。そういう傾向がある立派な教えになってね、それまでの先祖から代々受け継いでいったものをより立派にするために来られたんだと思う肯定派とね、同じ言葉を聞いてもその逆に解釈する、見方が必ず二手に分かれるという、そういう傾向としてはあるわけや、ね、このことではね、困ったな、イエス様の見かぐイエス様の来られたところからね、聖書で言えば新約聖書に書いてあることが起きたわけだから、それを肯定的に素晴らしいと理解するとね、もう反対が考えられて必ずいるは何しに来やがったってことを思うね。なんかその家を修理に来たんだと思う、家がより立派になったんだね、来た人とね、その反対に全部壊してしまう、ね、全面否定する人と反対に考えてしまうようなことが起きる、
そうでしょ、物事が必ず反対すると賛成する、二つに分かれる。どうしてもよく分からない人で、自分のやってきた、自分らのやってきたことをより素晴らしいものとして仕上げる人とね、いや、そんなものはもう壊してしまえというふうにぶっ壊す人とね、当然現れる。皆さん、分かりますか？そういうことは分かる。東京にはそういうことも起きるというね、時代の変わり目がね、それが今やったら、今はなんか、台湾ドラマで言うたら、徳川家康の、お前の、あなたはどうする？え？いや、その物語がずっとあるわな。なんて言ったら、え？どうする家康？どうする家康？どうするね？それさっきどうする家康ね？いやさ、その時代の変わり目、戦国時代の終わりで、そしてやがて日本では戦争ばっかりやってた、困った人殺しばっかりする時代からね、日本を平和にする変わり目ね。だから変わり目に立ったらね、無内緒かって困った問題が必ず生まれるんだな。時代の変わり目よ。ちょっと喉乾いたな。見てた、ちょっと喉が乾いてしょうがない。そこでお茶入ってる。からっぽ。からだ。何分か喉が乾いてしょうがない。今まで乾いたことがある。しょうがない。じゃあ、時間がかかったな。失礼しました。それまでの日本の社会を、ね、どうするかという大問題に対してね、時代を根本的に変えようという人とね、で今までですでええやんかという人と、ね、二つに分かれる、ね、必ずそういう分かれる人が出るんだよ、ね、
だって病院のせいだったって自民党とそれの自民党のやり方に対して反対する野党ね、それは考え方は正反対ね、いるでしょ。それは日本のせいだって、そうなんだ。誰だって調子よく言ってればいいけどね、そのうちどうしても物事がうまくいかなくなってきた時はね、うまくいかないのか、だから変えようという人たち必ず現れる。それでね、変えないと、変えてなるか、変えてはいかんというふうにね、いや、思う人たちが必ずいるんですよ。いや、僕の家は、僕の親父はね、変える、じゃあ変えようかっていう、その賛成する方やったんだよね。その近所でね、そういうもう何でもかんでもね、変えるのはいかんというね、頑固にそれを抵抗する、ね、人がいたわけや、ね、親戚の人だけどね。どっちも言い分は確かにどっちも正しいんだね、どっちも間違っているような、ね、簡単には賛成できない、簡単にはそうだそうしましょうというふうに応じれるというわけにはいかんというね、難しい状態になってきてるという、それはどこの小さな大きな社会でも、小さな社会でも、自分の家の中でもね、変えていかなきゃいけないという思いとね、そんなに簡単に変えられたらダメかっていうね、必ずそういう二つの部分は分かれるでしょ。分かります？それ言ってることは。いや、そんなことそれは分からんのに、そう中に怒られますからね、まあ、なんで変えないかっていうね。いや、まあ、そういう人は、ね、ちょっとあんまり敏感でない、鈍感というかな、世の中は変わってきてる、俺らも変わらなければならないという思いの人とね、いくら時代が変わってもね、簡単に変えたらいかんということで頑固に反対すると必ずおるんですよ。わかりますでしょ、ね、その話は世の中だけではなくて、自分自身の考え方とかね、行動の仕方とかね、ちょっとこう根本的に変えないという、あれは変えてはなるものかというってね、そういう思いがで必ず衝突するということは分かりますでしょうか。いや、そんなことありませんよ、ちょっともありませんよという、そこまで考えるのはちょっと問題ですけどね。人間は
だんだんと成長しますからね。子供から大人になっていく。大人もおじいさんになってね、やがて死ぬと。子供は生まれ、新しい子供は生まれ、大きくなっていって、成人になったりして、いろんなところで就業してね、社会で活躍するようになってくる。だけどその活躍があってて、いつまでもできるわけじゃなくて、年を取ってきたらね、後輩に自分のやっててきたことを譲るということが必要にはなってきますわな。ね。それ、そんなことは考え、皆さんは。考え、そのこと考えたことがない。人のことか。いや、それはまさか、ね。いや、これだ、尋ねられましたら、先生、ね、ちょっと、法で言いやすくなるそのまましておかれるんですか。あと、後継者はどうされるんですか。見て、心配してくださる方が結構おられましたな。ね、身近な人であると、ね、まあ、身近な人であればあるほど心配される。だけどそのあんなもん俺が知るかい、ね、神様が一番良い方法を選んでくださる。神様任せっていうね、のんきなことを言ってる。だけど言われてみると、そうやな、考えないといかんな、というね、そろそろ後継者をね、育てないといけないなというね、ことを時々思う。それで、それを考えて、なんどないすねって言ったらね、神様はうまいことやってくださる。きっとそうですよね。あんまりそう思ってるんだけども、僕の後継者がいると、僕の息子には3人しかいない、ね、後継者は自分の息子。いや、何も教会やからね、自分の子供は後を継がなきゃいかんってことはないんだよ。日本はお寺、お寺がある、神社があるからね。その後継者は誰がやるのか。大概はその子孫、ね、親戚の人が後を継ぐというふうになってるわな。キリスト教の場合は、その後継者は、ね、その血のつながりで選ばれるじゃないと、なんていうかな、そういう信仰、同じような信仰を持ってないとね、後継ぐことはできない。それは、ね、選挙、教会の場合はですよ、選挙をするんだよ。選挙というのは簡単にできない。いや、私でしょ。私はね、どこででも喋る。いきなり、お前、あそこで喋れって言われたら、喋れません。で、なんとか喋る。ね。なんか喋れるような、変な癖がついてる。で、それは、うまいこと喋っても、ちゃんとつじつまが合ってるかどうか、ともかく、体裁だけは整える力があるっていう。それで、その体裁すら整わない。いきなり話しろって言われて、それはできませんっていう人がおってですか。
三井さんはどうだ？三井さんどう？できる？できる。え？これとできる。真面目な人。真面目。ものすごく真面目。いきなりメッセージを。みんなのお前に知らなきゃ。というふうに言われてしまった。できない。そうな、そういう人もおって、私の中で、ね、前の人間、人やからね、どこででもいきなり喋るんですよ。そういうふうに、腐れて、性格や、ね、思ってるわ。何でも喋る。何だってさ、ただそれはもう、それはもう一番、一時的には知らんことができるんで、お前のことは長い。神様は備えてくださったと思って、その知恵を与えてくださってる。ね。だって、本はいっぱいあるでしょ。この入管あたり、本はあったんだよ。ね。それはほとんど、まあ、読んでないと言いますけどね。本でちょっとでも読んでると、なんかみんなから話にするネタがあるわけ。ちょっと言うわけ。だけど、本というのもあんまり読んだことない人は、話しようたって、何にもネタのない人もおってんですよ。そうするとね、喋れないよ。あるいは真面目な人はね、こう一つ真面目なんだから、もう真っ直ぐにものを考えるしか、もうものは言えない。だから三井さんなんかね、ものすごく真面目なんですよ。真面目な人だからね、曲がったことができる。だから、もう一歩、この一歩しかないね。だから、喋れないわけ。僕なんかは、ええ加減のね、ええ加減という考え方でね、見方によるけどね、いい加減なおっさんや、というね、であるからね、喋れるんですよ。なんか、その作ろうと。ですから、悪く言えばええ加減な人なんです。自分でええ加減な人やって言ってる人はね、本当にええ加減じゃないんですよ。真面目、私は真面目です。私は、ね、正しいことしかしません。というような人はね、目方によったらね、あいつは二重人格だという話になってしまう。裏があるで、というふうになってまうようにね、うまいことできてるわ。世の中はね、わかりますか？ね、はあ、ええ、それでね、私はね、自分の小さい時からね、本も読んだそうなんだ。だからもう本読んでもほとんどの新聞やらね、漫画やんですけどね、それこういう考え方もある、ああいう考え方もある、こないする人もいる、ああいうふうにする人もいるというのを頭に入ってるわけ。だからね、一つの場面に達したらね、直面したらね、その反対の考え方を出せる、あとあるいはやれるという、そういうことが想像できるように子供のとこからできてんねん。え、それは何でできないの？それはいろんな人を見てるから。私のところのね、家に置いてもらって、困った人がいっぱいおったわけや。え、で、私の家の前の人がいるよね。また家の前の人ね。前の、隣の家、ね、
また困った家がもあんねん、ね、それはやっぱり、それを言うからまた問題なんだけどね、私のところの前の家は花池の先生、お父さんが花池の先生、お父さんよ、ね、それで息子さんはお父さんをぶん殴って、それでちょっと刑務所に行けと言ってた、ね、それで何ていうか、なんか花池の先生やからね、だから若い子がいっぱい来るわけや、ね、若い子が来たらね、若い子はね、またいや何やかんや言うやんか、ね、僕はさ、今はあまり、ね、嫁さんに行く前にはそんな花池に学ぶということはあまりしないかな、するんかな、まあ今とちょっと昔は違うと思うけどね、僕の若い頃はね、ようけの人はね、花池のもう学びに前の家の来てた、なんで若い子はあそこにたくさん来るな、ね、思って不思議で思ったけどね、綺麗な人もいっぱい来てたから、で問題が起きないかなと思って、ね、心配した、若い子がいっぱい来るんだから、そんな問題が起きるやん、ね、やっぱり起きたそれ、ね、その話をしとったらね、そろそろ、先週の話だ。先週の話だ。そんな話分かった。とにかく子供が放っておいたら何か問題が起きる、ね、ちょっと心配だな、思うようなことがいっぱいあるの、ね、私は絶対落ち落ちだ、ね、私の家のあちこちに移動があった、大きな田んぼがあるでしょ、田んぼの隅にはね、井戸がある ね、 ね、で井戸の中によう落ちてた、今はね、井戸があってもね、全部その井戸に落ちて落ちないように囲いましたよ、だけど今はね、そういうね、なんとか子供を助かるなってるけど、昔はね、何でも何でもない、ね、だからよーした、ドワーンと落ちた、多くの子供たちが死んだわ、ああなぜ、万州地方はね、溝が取ったし、ないね、いや、川はあるよ、だけど、どこにもいい、向こうの田んぼにも水が行き渡らない、そういう場所、ところはね、井戸を掘るしかないね、ね、で、井戸を掘ったらね、その井戸に落ちるちっちゃい子がいっぱいいたわけ、はあ、で、もう僕の知ってる人はその井戸に、人も落ちて死んだと、この人も落ちて死んだと、ね、そんな話がいっぱいある、ね、
そんな話を犯したらね、悲しくなるわ。ね。でも、あんまりその話するべきじゃないんですけどね。聖書があるのはモーゼというね、そういう、エジプトからモーゼを引っ張り、イスラエルの民族を引っ張り出して、そこ自分の祖国をね、連れて帰ってきた。で、それで、航海を渡るという、大変難しい授業をやった。今回は渡る水の中を渡ってくる。そんなんどないして渡ったんや。水が真っ二つに分かれた。そんな真っ二つに分かれた水の中を、何千、何万という人たちがね、渡って、それで世代をこれで帰ってきた。それがユダヤ民族というのがね、始まりや。始まりを作った指導者がモーゼであるっていうね。それモーゼは一番大切にしたのは律法だ、ね、だから律法を守らんとというね、ということはもう至上命令になってるわけや。ユダヤ人の大事に守らなければの教え、それをみんなが大事に思った。それはそういう彼らが救われ方をしたからね。それで立法とは何か書いてあるからね、起きてやあんな難しい、あれしてやるか、これしてやるか、まあ、書いてあるわけ、ね、だけどそのもうね、立法守ることが至上命令であるというユダヤ民族の考え方に対してね、イエス・キリストはね、要はそんなにモーゼの律法なんか守らんでもええやんかそんな話をし始めたというのがイエス・キリストや。ねえ、正反だよね。その話をして、もういかに面白かったな。ほら、なんで僕の話を出ますよ。いや、だからイエスはね、日本に行って考え方をして、それはしっかり守れよって言われて、守らんでもええやないかっていう解釈をしたんですけどね。いや、そんなこと、そういうこと言うたんじゃん。立法というのは、しっかり守ることが、もっとしっかり守ることが大切ですよ。その基本的なことを教えて、イエス・キリストが逆に、みんなに示した。なんじゃこれや。同じことを言うても、同じことを考えても、それをしっかり守れって言う。反対のね、いや、そんなものはもう昔の教えだからね、もう新しい時代だから、そんなのことに縛られることは変だと。両方で解釈する。なんで聖書反対になるでしょ。それでイエスは何も言われたんだ。守るべきはその立法の精神やっていうね。同じことを言うと、表面だけのね、条文に文章に書いてある表面だけを守るというと、その心を大切にしなさいということは全然違うというね。イエス様は心の方を大事にされたわけ。
んでそんなにね、そういうの文章をね、解釈によって正反対になるのか、というね、大問題がここね、登場してきたわけや。わかります？ね。エスパは、調子に出された。調子に出された。愛、ね、愛を、お互いに愛し合いなさい。ね、人を大切にした、ね。みんな同じ思いを持って、みんな暮らしていた。その時です。正反対の思いがどうして出てくるんだろうか。世の中の考え方をまるで否定して正反対に理解すると。同じことを言ってもね、二つに分かれてしまう。その、ちょうど真ん中あたりが名古屋あたりね、ということは分かりますね。で住んでる人もね、それぞれ関西と関東で、関西と関東の真ん中あたりの名古屋の人、考え方が違うね。それ何が言うんだ、違えへんわってね、言う人とね、いや、そうや、そんな言われてみたら、違うなぁ、言う人ね、分かれてくると、分かるぞ。いや、その、土地で住んでみるとね、それは分かるんですけどね、通りがかりの人はね、あんまりわからんというかね、それは違いがわかる。だって同じもの食べてもね、味が違うでしょ、ね、関西で食べるご飯と関東地方で食べるご飯と味が違う。でそれはまあどこまでか。でそれ地方によってね、住んでるところによって180度ほど違うようにいっぱいあるわけですからね。
だけど、何もちゃう、なんかわからんまあね、もう50も60もなったという人もおってですけどね。だけど、全然違うわ、物の考え方が。いや、物の考え方が基本的に違う、基本的に違うというのはね、どういうことなのか、ね、また僕は。何？関係ない。感謝とか、そんな話して何年も。だけどね、人によっては関西、東京の近くに行く人、行く人と大阪のこの辺で、ね、帰ってくる、ね、生活してる人と、まあ違いが分かる、ね、分からない人もいますよ。ちょっと物事を言わない、分かんのがない、一番分かんのがない、あの裁判官やな。ああ、その話って、聞きないけどね。それで、その話して、恐怖で何の話したんですか言われてしまうと。僕はあの関東地方からね、今あの生まれた家に帰ってきた時に県のおっさんにね言われた。あんな君な、あの法律の文章が幅を持たせて書いて、幅を持たせて解釈しないかんで、そう言われた。幅を持たせる。え、関西町はね、幅を持たせる。え、そう言われた。あ、なるほど。ね、関東と関西の違いはね、それ、そういうことだ。ということで、はっと気づかされた。いや、どういうことになるか、ねね、幅を持ってね、幅がだから、なんちゅうかな、なんか悪いことしてるの、まあ許してくれる、もう犯人してくれる、だからそれは幅があるわけ。前に言ったら許してもらえるわけ。だけど、きちっとする文章が、文章通り解釈するわけだ。という、そういうふうに考える関東地方の人は、関東地方はね、どういうことか、ことがそういうことになってしまった。日本の政府はあったあるわけや、ね、政府の役人さんはね、その文章通りに物事を解釈するわけや。だけどもともとは政府がどこにあったか言うと、ね、日本の政府よ、どこにあったか言うと京都であった。で、商業の中心は大阪にあったと、ね、そういう違いな。だから関西的なものの考え方はまあね、税金を取り立てる場合でもまあ3、ね、関東の方やったら、もうちゃんと一国、収入の
収入の1割はちゃんと税を納めなきゃいけない。だけど関東に来たら、関西だ、関西に来たら1割らしい、ね、幅を持たせると、まあね、大体1割でええのかという、大体だ、ね、大体の幅があるわけで、大体のね、それはまたね、大体言うとね、いっぱい幅があるわけ、ね、関係ない話をするな、ね、関係ない話なんだけどね、あ、もちろん見て触れやないで、関東の人や、ね、あの勤めた関西に帰ってきて勤めた就職したの高知や、高知のね、高知だよ、ね、高知の運送や、ね、松尾運送、ね、勤めたんだけどね、なんで、大体、喋ってる言葉が分からん、ワンシューベも分からん、え、事務所でね、ワンシューベも電話で受けるや。運転手が早口で喋るわけや。何言ってんか分からへん。そういう問題とね、関西人特有のね、大体や、ね、大体それでええっていう発想、ね、幅があるね、もうだからそういう感覚は理解できへんと。これは真面目な人や、ね、その真面目な人ってのは、ね、物事をきちっと解釈するわけや。だから1万円だ1万円や、ね、けど大体ということだ。1万円ということで、まあ、1万円の間、ね、1万円は、まあ、きちんと1万円でなくてもええというか、幅があるわけや。ね、わかりますね。そういう余裕のある解釈、ね、これ、難しい問題やな。もう理解な、ね、だからか、ね、もう何じゃ、え、時計何じゃ、あ、もう終わらないか、ね、もう大体きちっと、大体きちっと終わるの、もう関東風に終わるのね、きちっともう終わらないか、だけど関西の風な終わり方で、もう大体や。ね、それでは大体で終わったらいいわけ。ああ、もう先生でもね、もう終わりますか。もう話が一体今日は何を話したのかわけやわ、ね、ことでね、申し訳ないですけどね、もういっぱいね、皆さんもね、修法を読んどいてください。